逆に一番の踏ん張りどころですよね。ここ来れられればですね、あのほとんどのサイトで、あのかなり上位表示もできるようになりますし、もうこの忍耐力ってのは強いですね。でインターネットメディア、ネット記事で稼ぎたいってことですね。あとインターネットメディアの今後の流れ、まあ、これからですね知りたいってことですね。歴史とかですね、その辺も聞かれてはいるんですけども、まあ、ざっと話すとですね、インターネット、まあ95年からだいたい1995年ですねからあの日本に浸透し始めて、まあ、2005年までは詐欺的なですね手法、まあ、要は信頼されてなかったわけですね。インターネットで物を買うっていうのも信頼されてないですし、発信されている情報を特に信用されないと。今だったらですね、まあ、普通にネットビジネスこういう形であの発信してですね物も売れたりするんですけども、2005年ぐらいから流れが変わってきたってことですね。まあ、今2023年の18年ぐらい経つと、まだまだ新しい世界ではあるんですけども、で、まあ文字、画像、音声、動画という形で流れてきてます。で、動画もショートに流れて